これは日本一優しい鬼退治のラジオである。鬼滅ラジオ。富士の花の家紋の家を見つけて、僕たちもゆっくりのんびりしたいな。あ、そういえば今度京都の太秦でコラボイベントをやるとか言ってたな。よし、京都に行くぞ。待ってろよ京都。皆さんこんにちは、かまぼこゴンパチロ、いや、あ、かまど炭治郎役の花江夏樹です。そして本日のゲストはこの方。はい、ちょっとつまおしん、ちょっとつまおしん、こんにちは、橋見大之介役の松岡悦嗣です。よろしくお願いします。さあ、ということで始まりました鬼滅ラジオ。この番組はテレビアニメ鬼滅の刃の魅力をリスナーの皆さんと共に熱く語り合う血風剣劇冒険ラジオです。はいはい、下野さん。はい、またですか下野さん。またなの。またですよ。また2週目。どうしたの下野さん。下野さんはね、旅に出たいんですよ。旅に出たい。そうなんですよ。ずっとね、俺旅に出たいなーって、夏休み欲しいなーって言ってたんで、今まさにそれですねきっと。マジかよ。まあ、舞台とかもね、あったからね、ちょっとスケジュールがね、確かにね、合わせられずにね、今回は後輩である吉嗣さんに、なるほど、代わりに来ていただきましたけど。バーターってやつですね。バーターではないです、猪之助なんで全然違います。出てるでしょあなた鬼滅。出てるね。ね、どうですか鬼滅ラジオは聞いたことありますか。鬼滅ラジオね、はい、1回ぐらい聞いたことある。お、どんな印象ですか。なんかね、はい、2人のバランスってすごいいいんだなって思って。お、聞いてて楽しいやつだね。まあ、いつもはね、もっとうるさいんですよ。まあ下野さんだからね。そう、下野さんだからね、下野さんなんかもう限界を超えても、なんか下野さんだから答えてくれるっていう安心感があって、やっちゃうんだ。ははみたいな感じになるから、まあなんで今日はちょっと落ち着いた感じでね、我々のちょっと大人っぽい一面を見せていきましょうよ。俺ずっとちょっとつもしんって言わなくていい。だってもう冒頭のちょっとつもしんがちょっと。俺今疲弊してんだよ。そうですよね。いや、これ月曜撮ってます。僕ライブ明けの吉嗣さんなんか映画の収録明けでしょ。もう二人ともヘロヘロの状態で撮ってますけど、まあ鬼滅へのね愛は変わらずにね、行きたいと思いますので、絞り出していきましょう。なんと、8月3日、東映太秦映画村×嵐電×京都市交通局のコラボイベント、鬼滅の刃今日のお仕事の開催が決定しました。はい、そしてコラボステージもなんと決定しているみたいで。あらららら、これは誰が出るんですか。僕出ますか。あ、僕出ますか。花江炭治郎、下野善逸が出ます。はい、楽しみにしててください。あとは京都といえば9月22日に京マフがあるんですけど、京マフでも鬼滅の刃のステージが決定しているようで、それにはなんと吉嗣さんも出ます。あ、そうなんだね。この間聞いたやつだよね。ねえ、街遊びにね、来れなかったのが相当悔しかったよね。本当だよ。アフレコ現場で京マフ吉嗣さん出ますよって言った時喜んでましたよね。だからなんかやっとみんなでご飯行けるなって思って、そこそこや。じゃあ食べましょう。なんか食べたいのあります京都で。そうだな、京都か。俺京都って、京都あんま行ったことないですか。そもそも2回ぐらいしか行ったことない。あ、2回ぐらいなんだ。うん、イベントでですか。じゃあ毎回。あ、そっか、イベントっていうことも含めると、まあ舞台挨拶関連とかで。じゃああんまゆっくりはできない感じですね。じゃあ美味しいもの食べて、イベント盛り上げて帰りましょう。そうだね。あとやっぱ皆さんね、もう夏休み間近なんでね、やっぱいろんなところにね遊びに行く機会あると思うんで、そして鬼滅関連のねイベント、コラボカフェとかね、いろいろやってますんで、ぜひ遊びに行ってください。はい、よろしくお願いします。何します。我々に夏休みはありません。はい。夏休みって何。おお、ねえ、てかさ、はい、いわゆるこう20歳を超えてさ、出てからさ、なんかこうあの時の夏休みって、ある意味異常だったんだなってちょっと思う。あんな1ヶ月以上もすごい休んで、贅沢すぎますよね。本当だよ。あれもうおかしくなりますよね、体がね、構造がね。
ね、だって今だったらさ、はい、多分逆にその夏休みの長さぐらいの休みが仮にあったとして、うん、多分ね自分4日ぐらいで飽きると思う。多分ちょっと仕事したいなってなりますよね、うん、気持ち的にね、うん、大人になるってこういうことなんだな。これが成長というものか。成長というものなんでしょうね。はい、あとはねオーストラリアにもあの鬼滅の刃行くみたいで。オーストラリア9月にメルボルン、メルボルンに行くの？メルボルンにあの私と禰豆子が行ってまいります。なんて羨ましい、ね、F1 の開催地じゃないの、ね、メルボルンね、うん、ちょっとカンガルーと戦ってきますよ。おめえは何をしに行くんだ。、はい、さあそして実況ツイートも大歓迎です。番組を聞いてくれている大使たちとつながっていきたいのでぜひハッシュタグシャープ鬼滅ラジオをつけてツイートしてください。鬼滅ファンと一緒に盛り上がる30分、最後まで熱くお付き合いください。鬼滅ラジオは鬼滅の刃制作委員会の提供でお送りします。鬼滅ラジオ。改めまして、カマロ炭治郎役の花屋夏樹です。足平伊之助役の松岡一則です。さあキャスト発表からねだいぶ時間経ちましたけど、はい、境外との戦いでついに伊之助が登場しました。いました。さあ見た目通りのねちょとつ猛進というね、はい、まあ、イノシシのね被り物をした見た目をしてますけど、うん、どうですか演じるの難しいですかキャラクターとして伊之助は。うん、基本的に外見がさあのイノシシのあれ被っちゃってるから、被っちゃってるからね、あの表情がね全く読み取れないっていうのがある。そうなんですよね、うんうん、ただそれはやっぱ現場で作っていくものだとも思うし、はい、あとはその自分が今この状況このシーンだと、うんうん、その被り物の中で伊之助がどんな表情をしてあの自分の感情を爆発させてるのか、うん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 、っていうのを一番大事にしてるかな、はいはいはい、だからそれが声で伝わってればいいんだけど、いやもうバリバリ伝わってますよ本当に、うん、やっぱ結構伊之助って表情豊かだし、うん、すごいまあ声も毎回ね大きいというかね、うん、リアクションもでかいんで、うん、すごいやっぱこう大げさぐらいがちょうどいいみたいなね、そうなんだよね感じがあるじゃないですか、うんうん、そこがやっぱ伊之助さんのお芝居で、うん、こうめちゃくちゃ伝わってきますね。あとすごくね、うん、一番最初ものすごく悪く作った、はい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 、うん、なんかディレクションでね、うん、最初は炭治郎たちの味方かどうか分かんないから、うん、悪くやっちゃってくださいみたいなね、うん、ありましたよね、うんうん、それが今どうですかね。皆さん多分本放送も見られてるとは思うんですけど、ほわ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 してほわほわして天ぷらバクバク食って食ってね、うん、どこら辺からこう切り替えたんですかそのワルとその仲間とのこの境界線というか。だんだんと第二段階に移行したのが、はい、ずるってあの頭突き食らって向けた後かな。なるほど、うん、あそこでこうベーンってね、うん、目が飛び出してね、うん、そうあの原作読んでてもねそこまでのこの猪之助の猪之助の目がちょっと怖いんですよね、うんうん、で頭突きされた後からなんかちょっと表情がまた違うんですよね、うん、猪之助のね、うんうん、だからあそこからだんだんと多分これ気づいてる方もいるかもしれないんだけど、だん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 あの気づかないレベルで声のトーンを柔らかくしてってるの、うん、おもう誰にも気づかれないように、うん、あそうですか、うん、じゃあその微調整の結果だんだんこのかまぼこ体にそうかまぼこ体に馴染んでいってるというだからあのシーンめっちゃ好きだったよ、はい、どのシーンですかあれかまぼこコンパチロかまぼこコンパチロって誰なんだ誰なんだお前だいや猪之助がねこの3人というか、まあ、4人禰豆子含めね、うん、になってからパーティーになってから、うん、やっぱ結構そのキャラクターの立ち位置もね全然変わってくるんですよね、うん、今までは善逸がどっちかというとボケで、うん、こう炭治郎がね突っ込んだりしてたんですけど猪之助が入ることによって、うん炭治郎もボケになるっていうね善逸突っ込んでるそうなんですよ善逸がなぜか常識人みたいなね、うん、あーうるさいわって言ってお前が一番うるさいわみたいな感じになってるんだけど立ち位置になるのがまたね、うん、いいですよね、うん、だから4人のねまあそのさっき言いましたけど俗に言うかまぼこ隊って呼ばれてるみたいでね、うんうん、聞いたんですけどね、うん、それはすごいねやり取りが楽しいですね、うん、だから本当にね待った甲斐があったなってうん、スタッフさんたちもその善逸と猪之助と炭治郎禰豆子がこう4人いてで掛け合いが始まった時に、うん、あやっとなんか鬼滅始まったなというか
わすごい面白くなってきたなってより感じたみたいで、うん、そこは嬉しいですね、うん、そう考えていただけるとね、はい、あとは僕は原作を読んでいる時よりも猪之助は可愛いなって思います。あ本当に、うん、あの声と動きがつくことによって、うん、結構あの猪之助ってずっと木に頭突きしてたりとか、うん、なんか画面外で暴れ回ってるじゃないですか。 それがねアニメだとねすんごいねあの描かれてて、うん、かあの可愛いんですよね、うんうん、しかもあのシーン見ててさ、はい、まあ、後ろでなんかね、はい、あのサイコクラッシャーみたいなことやってるんだけど、あのなんかそのなんだろうこれ自分のこの主観でのものの言い方なんだけど、あのなんか見ていて後ろでガーンって木にぶつかっていってもなんかね違和感ないというか、まあただその画面の中の情報量は多いんだけど、うん、ただそのガーンガーンとかって後ろでやっててもなんか猪之助だからねそうねかみたいな、なんかあの痛そうとかじゃないですよね。あ猪之助やってんなみたいな、そんなもうだからマスコット的な感じですよね。禰豆子に次ぐね、最初こうキャラのこう見た目もうインパクトやばいから、ね、見た時びっくりしましたけどね、全然馴染んでますよね。ねここまでね、まあ実際にこの3人だからっていうのもあるんだろうけど、あと座組としてもこの3人だからっていうバランスも出てるんじゃないかなとは思う。最初にこうキャスト決めるときにね、あのこの男性キャスト3人の声のバランスもちゃんと決めて、誰が今喋ってるのかちゃんとあの一瞬で分かるように声のあのバランスを決めたらしいですよ。ああそうなんだ。だから本当我々が本当もう3人じゃなかったら違う人になってた可能性もなきにしもあらずなんで。そっか。本当にね感謝してますよ。ありがとうございます。本当にありがとうございます。ね、どうですか原作のこう読んでみてイメージというかね、どういう作品だなみたいな。いややっぱりそのまあこれ炭治郎っていうその男の子が本当にものすごくまっすぐ進んでいく話じゃん。でしかも自分の中で長男だからって言い聞かせてこう、ね、痛みに耐えたりさ長男理論ね、長男理論、はい、でもそれがいわゆるその炭治郎 の、ね、あの力の源の一つに担ってるわけでもあってって、でまたそのいわゆる家族がねあの一番の時にあんなことになっちゃって、ね、多分自分だったら精神崩壊を起こしてるなって思うんだけど、あのなんだろうこう炭治郎はそれすらも乗り越えてなんかね禰豆子を守りたいであったり、そうですね、やっぱ禰豆子だけはっていうね、唯一のやっぱ生き残りなんでね、だからあれだけその家族っていうものに対してまっすぐで、でさらにその一人一人の鬼を討伐していくときに結果的にその鬼がなんか炭治郎によって救われたように消えてくんだよ、あれもねすごい、そう鬼ってさなんか一般的なイメージだと悪いっていうイメージがあるけど、そうですね、ただ鬼滅の刃を読んでいくとその鬼っていうのがその鬼の中にも過去のがあって、その鬼の中の自分はそれが正義だと思って頑張ってきたっていう鬼の描写もあるから、だからなんかその何が正しくて何が悪いのかっていうのがあの判断がね、まあ我々は人間だからちょっと人間サイドにこう肩入れするところはあるんだけど、でも鬼の中にもすごいなんかその感情を汲み取るというかなんかこう、あそうだったんだ、でもそれ知ってたらなんかもっと他の道があったのかもしれないなって、鬼になるこの過程がねやっぱそれぞれ違うんでね、確かにどっちにもこう感情移入してしまうというね、確かに読んでてすごいあのそれは感じますね、これはねただのそのなんだろうこうまあそのバトルっていうのはまあ必ずしなきゃいけないんだけど、だそれ以上にやっぱ人間の人間と人間同士、鬼と鬼と同士、鬼と人間同士っていう関係値でも泣けるし熱くなれる作品だなってすごい思います、ありがとうございます、そんなに考えてたんですか。え何だと思ってんの。なんかあの今まで一緒にインタビュー受けたりとかこ こういうあのラジオとかやったことなかったんで、なんかあんまり吉嗣さん そんなにずね、今のあのすごいあの感動しました。
めちゃくちゃ鬼滅好きじゃないですか。いや鬼滅好きだよね、え、うん、面白いですよね、うん、なんでじゃあちょっと今度はアニメのねお話の方も振り返っていきたいなっていうふうに思ってるんですけど、はい、今回は14話と15話を一挙に振り返ろうじゃないかというね、うん、まあ、ちょうどあの伊之助がね、あの善逸がこう箱を守って、うん、でそこに炭治郎がこう来て、うん、で戦いが始まるっていうところからなんですけど、うん、まあそこのなんていうんですか肉弾戦のシーン、うんうん、めちゃくちゃ動いてましたよね。すごかったよ。あれあそこに力入れすぎじゃない？いやいやでもあそこね、うん、そのまああれだけやってくださって本当にありがとうございますって感じなんだけど、ただやっぱあそこの回ってなんだろうこうなんかこうシリアスとギャグがごっちゃ混ざになってるみたいな感じで、そうなんですよね、うん、伊之助がね骨、ね、折れてんのに、ね、こうなんか無理した動きしてね、うん、炭治郎がやめろってね、うん、注意してあげるとことかね、うん、やっぱちょっとずれてんですよね二人ともね、そう、うん、でね善逸が「あ違うわこいつ二人ともおかしいわ」って言って、そう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 、あと頭突きされて気絶から覚めたところで、うん、こうみんなお墓にね、うん、埋めなきゃいけないからっていうところで炭治郎がなんかナチュラルに煽ってくれてね傷が痛んでできないんだなっていうね、うん、あれはね本当にうん、あんなにナチュラルに煽れる人間っているんだって。いやもう炭治郎もね、あれはもう思ってないですから、うん、悪意は、ま、全くないですからね。優しさだからね。そうそうそう、うん、優しさで言った結果ね、うん、結局激励に触れてしまってね、はぁーって言って、うん、何人でも埋めれるわみたいな、うん、そんなにいねえよって話なんだけどそうなんですよね。だからここからやっぱ結構この関係性がね出来上がってきてね、うんうん、いいですよね、うん、ね、だってねそのなんだっけ、はい、あれおいお前らどこに行くって言って、うんうん、勝負だって言ってんのに、うんうん、勝負仕掛けてないんだよね、そっからずっと後ろついてくだけで追いかけるだけで、ね、追いかけるだけで、うん、あそうね、で藤の花の家紋のね家にちょっと、まあ、休息というかね、すげえババアよかったね、ババアよかったっすね、ババアっていうのもあれですけどねおばあちゃんがね、うん、もう人間じゃない動きしてましたねそこでやっぱこう伊之助は今までね山で育ってたんでね、うん、人のこうぬくもりに触れるというかね、うんうん、こっからホワホワねだんだんしてましたね。そうホワホワね、ホワホワ難しいんだ。難しいですか、うん、ホワホワってセリフとして言ってますよね。言ってる。言ってる時となんかはーみたいな時ありますよね。そう、二つね、はい、使い分けてはいるんだけど、はいはいはい、ただね直前まで迷った。どうやってホワホワ言おうかなっていう。うん。うん、まあそのなんだろうこうね、多分その鬼滅っていう作品をさ、はい、こうアニメの方から見た方、原作を知らないと。はい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 。行って時に初見の方でも確かにこれどういうことなの、うんうん、って思わせないためにも、うんうん、もう完全にホワホワって言っちゃった方が伝わるのかな。なるほどね。ああ今ホワホワしてんだなって。ホワホワしてんだな。確かに一発目はホワホワって言った方が、うんうん、伝わるから、だから2回目からエフェクトがね、うん、綿毛みたいなですかね、うん、一緒ですからね、うんうん、そっからじゃあバリエーションを増やしてみたいな。そうね、あ、うん、なるほどね。伊之助はでも天ぷらずっとね食べてますしね、好物が天ぷらに ねそのおかげでなったみたいで、あの天ぷらが、はい、後にも生きてくるから、うんうんうん、とある時にね、うんうんうん、ちょっとね思い出してね、そう思い出して天ぷら、ね、天ぷら、設定資料集というかね、この間出た公式のファンブック、ここにも好物で天ぷらって載ってますね、うん、いやでもねこう本当おばあちゃんとさ、うん、伊之助の天ぷらの下りっていうのはなんか、うん、ねなんかもう伊之助から「おいババア!」って言って、うん「天ぷらが食いて!」とかって言ってみたい言ってみたいですねいいな、絶対喜んで持ってきてくれますよね、うん、おばあちゃんね。で他のところで天ぷら食ったとしても、はい、「うん、なんかちげえ」ってかわいい。そうで最後にこう禰豆子がね、3人で寝てるところに登場して、うん、善逸が切れて終わるっていうね、うん、
まあちょっとギャグに振り切った回でしたね今回ね。そうね、だって終わりの最後のところもさ、しもさん裏飯屋って言ってなかった？あれアドリブですね。あれ確か裏飯屋は、あ裏飯屋はセリフであるんだ。あセリフで、うん、なんかそこら辺のあの叫びみたいなのすんげー入れてて、うんうん、もうねどれがね正規のセリフなのかわからないんだよね。そうそうそう、振り切ってましたね、うんうん、あそこでもあの結構貴重なね善逸のこう日輪刀の模様を見れるっていう、うん、そう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 、うん、あれ以降あんまりねこうちゃんと見る機会がないんで、うん、あんななんか稲妻走ってんだみたいな、ね、あんな日輪刀だったんだと思う。そう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 、びっくりしたわ。かっこいいですよねあれね、うん、なんか伊之助のはこう なんていうんですかネズミ色みたいなね。しかもあいつ自分でカスタマイズしちゃうからね。そうなんですよね、うん、しかもあれ奪ってますからね、いいですね。そうなんだよ。っていう おいバカ野郎っていうやつ、ね、うん、そんな14話、はい、でした。そして15話がですね、いよいよナタグモ山という次の、まあ、ステージというかね、うん、敵鬼に向かっていくんですけど、うん、ナタグモ山どうですか？ナタグモ山ね、あれね、なんだろう、これどこの話すればいい ？15 話はですね、出発のところか、出発から、だってここってあれでしょ、ホワホワし始める頃でしょ？ホワホワし始める頃です、うんうん、でなんかずっと伊之助がババアババアババア連呼して、そう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 、炭治郎がプチ切れて、そう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 、うん、でまあナタグモ山入る時もこう一緒に行こうみたいなね、うん、で炭治郎が俺ちょっとね、うん、足がすくんでしまったんだって、うん、ありがとうついてきてくれてって言って、うん、ホワホワってで善逸は置いてかれて、俊、うん、太郎いいね、俊太郎いいですね。字幕つくんだってそうね、俊太郎ねいいですよね、うん、だからこっからは結構敵がね多くなってくるんで、 そうね、それぞれがそれぞれとこう戦うみたいなね、うん、そういうお話になっていくみたいなんですけど、うん、いやなかなかね一筋縄じゃいかないですよね。いかないね。いかないですね、うん、うん、でね、コウキさん出てきたでしょ、内山さんね、うん、ルイがね、コウキさんがハマるハマるね。僕最初意外とこうルイって、うん、その見た目的に子供っぽいから、うん、内山さんだとそのどうなるんだろうって思ってたんですけど、うん、めちゃくちゃハマりますよね。もうほんともう、うん、コウキさん以外考えられないもん。なんかもう本当に冷酷って感じ、うんうん、すんごい怖いですね、うんうん、そう何かあるんだろうなって。そうですね、うん、なんかもう悟り開きすぎてて、うん、あの子供の見た目なのに、うん、人生なんかもう6周ぐらいしてる感じ。何回強くて流言だったのがしてね、ゾクッとしちゃいますよね本当に、うん、あれはコウキさんのなせる技だよ。はい、あと15話は僕は本当めちゃくちゃ感動したのが、うん、猪之助のね、七の方、空間色覚、そう空間色覚が出てくるんですけど、うん、あれがめちゃくちゃかっこいいのよ。すげえなって思って、うん、ケラモノの呼吸って結構そのエフェクト的にはちょっと地味な方じゃないですか、うんうん、炭治郎みたいに水がバーって出るわけでもないし、うん、雷がビビってなるわけでもない、うん、ただザーンって切るみたいなね、なんですけど空間色覚めちゃくちゃかっこよくて、うん、手をバッてやった先からカメラがビーンっていって、うん、その鬼のところまでキーっていって戻ってくるっていうね、うん、あれどうすんだろう、これナレーション処理とかにするのかなって思ったんだけど、そう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 、結構なんか映像なんか無言の時間長いなみたいなね、うん、思ってたら、うん、マジかよっつってね、うわもう、全て絵で表現してくださったって、ほんとすごいねえ。伊之助は触覚が優れてるんですかね、うんうん、五感の中でもね、炭治郎が鼻とね、うん、善逸が耳ですけどね、うん、伊之助は触覚っていうね、うんうん、なかなかこれも面白いですよね、うん、このそれぞれ優れてる点が違うっていうのは、だってこれで言うとある意味怖いもんなしみたいな感じがあるもん。確かにね、どこにいてもね敵の位置がね分かりやすいっていうね、うん、一番最強なんじゃないですか、うん、とりあえずもう刀刺しとけば、そう、ね、でもあれデメリットあるからね、動けなくなる、動けなくなるからね、その間にもう狙われたらおしまいですからね、うんうん、いやでもいいですね、うん、だんだんこの個性がね技でも出てきてね、うん、いいですね。あとなんか15話気になったシーンとかありますか？あ、忍さん、あ、そう、忍さんだ。忍さん出てきましたっけ、うん、15話ね。いやーねー、うん、忍さんもね、なんかね、なんて言ったらいいの、これこんなこと言っていいかわかんないんだけど、はいはい、
あのね、ちょっと怖えんだ。怖えんだ。なんかね、これこの人笑ってるのみたいな感じがする。ちょっとね、なんかあの腹の奥底にこうなんか抱えてるようなね、本心なのかどうなのかみたいなね、それを早見さんがね、早見沙織さんがね、演じられててやっぱぴったりですよね、本当にね、もうなんか早見さんのあの透き通った、あの声がよりなんかちょっと忍さんのね引き立ててるんで、ってね、どんどんねこれからね忍さん出てくるみたいなんで、あとはちょっとあと村田さんね、村田さん好きなんだよな。村田さん可愛いですよね、村田さんね、あ、初っ端からぶん殴っちゃって申し訳ございませんみたいな感じ。いや村田さんもなんか、まあ、これからもねちょっとネタバレになっちゃいますけど、これからもちょくちょくね、村田さん登場するんですけど、結構あの癒しキャラなんですよね。しかもね、また村田さんがいることによってね、ツッコミがさえ渡るんだよね。なんか宮田さんのね、村田さんを宮田さんがどっちかどっち分かんなくなってくる、宮田さんがね、であの宮田さんもねすごいあの鬼滅の刃大好きで、次村田いつ出てくるかなっつってすんごいねワクワクしてるんですよ。いやー、ありがたい、やる気満々じゃないですか。う、ね、嬉しいですね、はい、そんな15話これからなたぐも山編、本格的に始動しますので、ぜひ、気になる続きは16話でチェックしてみてください。はい、鬼滅ラジオ、さあここでメール紹介します。ラジオネーム青菜さんからいただきました、ありがとうございます。ございます。アニメ14話見させていただきました、はい、今回は鬼を狩るシーンがなく、ほっこりまったりとしながらテレビを見ていました、伊之助と炭治郎が殴り合ってるシーンは伊之助の動きがなんかすごいと思って笑ってしまいました。また炭治郎、善逸、伊之助の3人組だとツッコミ役がなんと善逸だなんて思ってもいませんでしたね。炭治郎はやっぱり生まれつきの天然が別の方向に行っていたりと、3人組の意外な一面が見れました。やっぱり印象的なのは最後の禰豆子が箱から出てきた善逸の反応ですね。善逸はやっぱりこうでなくちゃと思います。これから善逸と禰豆子の関係が気になります。最近は泣きたくなるような話が多かったけど、今回は体感約3分ぐらいでずっと笑っていて腹筋が痛い。これからはなたぐも山編なので、これからも楽しくテレビを見たいと思います、というね、ありがとうございます。我々とほぼ感想が一緒ですね。本当に本当にね。やっぱこう禰豆子に対する善逸のちょっとね、情熱がこっから桁違いなんでね、まあでもね、その善逸ってさ、あのなかなかに性に貪欲じゃん。そうですね、性に貪欲、まあ、そうですね、生きるっていう方と、あの性の方でね、まあ、あの女の子ならね善逸は誰でもいいんですよ基本。あのそうなんですよ、まあでも特にね禰豆子はね可愛いんでね、そういうね、だから本当にうるさくなると思いますよこれから。ありがとうございます。でも久しぶりのねこうギャグ回というかね、だったのですごい楽しかったですね、はい、はい。そしてですね、ペンネーム禰豆子の可愛さにノックアウトさんからいただきました、ありがとうございます。アニメ15話見ました。宇治の花の家紋の家でみんながワイワイやってるシーンは束の間の休息という感じでとてもほっこりしました、うふふと、やっぱりみんなはまだ少年なんだなと、普段の鬼狩りという緊張感からは離れた年相応の姿が見ることができて嬉しく思いました。そして15話でお気に入りのシーンは伊之助のけだものの呼吸七の方、空間式格ですよね、漫画でもかっこよかったのですが、あのギュイーンっていう感じの景色の移り変わりはアニメじゃないとできないなと思いました。伊之助のやるときはやる頼もしさが伝わってきて本当に好きなシーンです。柱も動き出し、雲の家族たちとどのような戦いを繰り広げるのかワクワクが止まりません。一体誰が十二鬼月なんでしょうね、楽しみです。やっぱり感想一緒ですね我々と。みんな見るとこ一緒なんだよ。見るとこ一緒だね、本当にね、もう僕らがファンみたいな感じになってますけどね、まあでも自分たちファンでしょ。いやファンですよ、もう、一ファンだから、もうめちゃくちゃファンだから、すげえもん、あの資料集もこんなに資料集がありがたい作品あったんだと思ってもうくまなく読みましたよ、こうなんかやっぱそれぞれのね、出身地、あと現代の東京に置き換えるとどこなのかとかも書いてあったり、
それぞれのキャラクターごとにこそこそ噂話が、あの新しいのが書いてあったりとか、いろいろねあるんですよ。伊之助はね、炭治郎が、やってた遊びを教えてもらってすごいハマってたりとか、あ、そうだ、なんだっけ、電車ごっこみたいなやつだよね。あ、そう、コトロコトロでしたっけ、確かね。うん、あと善逸もね、炭治郎たちがと出会う前は友達がね少なかったんで、うん、一緒にねこうみんなで遊んだことがなかったんで、スゴロクをねこうみんなでやるようになってから、スゴロクにめっちゃハマってるっていう。スゴロクにハマってる。スゴロクにハマってるらしいですよ。スゴロクにハマってる。そうとか、そういう情報がねめちゃくちゃ載ってるからね、ぜひ。これは、重版も決まったみたいですしね。電子書籍版もね、なんかちょっと発売のタイミングを繰り上げたらしいですよ。あ、そうなの。そう人気により、はい。なんかありますか。富岡さんいいな、はい、なんか富岡さんの好きなもの、鮭大根ね。可愛いですよね。いいねこれ、っていうね、皆さんぜひご購入ください。ということで、たくさんのメールありがとうございました。以上、メッセージのご紹介でした。鬼滅ラジオ、春日井ガラスのことづけ。さあ、ここでお知らせです。テレビアニメ鬼滅の刃コラボレーションカフェ第4期が本日7月17日より開催。なあ、開催地は東京、名古屋、大阪、徳島、北九州の5カ所、作中の名シーンをイメージしたメニューや限定グッズなど多数ご用意して、皆様のお越しをお待ちしております。そしてなんとですね、鬼滅ラジオで我々が提案した善逸のドリンクが実現しましたということで、本日はですね、いろんなメニューがこのスタジオに用意されています。はい、さあ、じゃあ早速ちょっと善逸のドリンクから見てみますか。こちらクエン酸×ピーチシロップかける炭酸水かけるパイナップルジュースかけるキャンディ。情報量多いな。というね、女好きで陰気、そして遭遇した鬼に怯える弱々しいイメージから一気に印象の変わる雷の呼吸1の方、霹靂一閃を披露した善逸を表現したドリンク。なるほど、下げてあげるパーティー。このキャンディがねすごいね、パチパチしてるんですよ。聞こえますか。聞こえる、このパチパチ音。これが霹靂一閃です。いい演出を考えたね。いや、すごい。じゃあちょっといただきますね。すっぺクエン酸効いてる。そんなに。でも、酸っぱいんですけど、パインとかの味が後から来るから、あ、美味しい、甘くて。おこれは夏っぽいな、いいな。これね、いいね。いいっすね、体に良さそう。あと他気になるのあります？あ、伊之助のドリンク、これが、コーヒーカップに入ってますね。これが黒蜜きなこ牛乳スティックプレッツェル。なんかオシャンティーなんだよな。常に上半身裸な伊之助をイメージしたきなこのホットドリンク、わざと刃こぼれさせた2本の刃をスティックプレッツェルで表現したというね。なるほど。なるほどね。これが剣になってるんだ。考えるな。一輪刀の代わりは、ちょっとじゃあ、これもちょっといただきます。お。おいしい、甘い。あ、いいですねこれ。あ、黒蜜うめえ。きな粉のね風味がちょっとこう、あ、これ香ってくる。これ自分大丈夫なやつだ。大丈夫なやつ。ダメなやつっていうのは何なんですか？甘いやつがちょっと苦手なんだけど。これ結構でも甘いですよ。でもなんかさ、その後引く甘さじゃなくない？これ。ベタベタしない甘さ。美味しい。これいけるわ。美味しいです。あとはもちろん炭治郎のドリンクもあるし、禰豆子のドリンクもあるし、かまぼこゴンパチロウと仲間たちっていうね。あ、いいねこれ、このドリンクもありますし、あとフードメニューもね、これ今日一つ用意していただいてて、こちらが出会いのおにぎり。善逸に炭治郎がねあげたおにぎりを、こう、モチーフにしてる
インパクトでかいよこれ、ね、めちゃくちゃでかいですよこれ、うん、これ一つでどんくらいだろうこれこれ3個分くらいありそうですね。ありますよね通常のおにぎりね、うん、ちょっといただきます。うんうん、うん、ほのかに塩の味、うん、あ、これ塩結びになってるの。塩結びですかね、うん、うん、米が国産のコシヒカリ、あ、通りでね、美味しいわけで、ちょっと半分に割ってみましょうか、うん、あ、全部米ですね、うん、うん、原作通り、原作というかアニメ通り、うなぎもついて1000円。いや、このボリュームで1000円ってね。うなぎにこれ卵がついてますね、卵焼きは、うんうん、どう、うん、最高の味ですねこれね。何言ってるか分かんねえ、うん、おいしい、おいしい、うん、うん、それ何、それ何ですか。ほんとね、何だっけ、いぶりがっこ、いぶりがっこ、うん、あ、これはいいよ、うん、これお得なメニューだと思いますよ、うん、あのね、インスタ映えもするし、僕はうん、うん、これはいいぞ。我々も写真撮って、あの、あとね、ラジオのページにね、載ってると思うんで、うん、ぜひ見てみてください。これは美味しいです、はい、うん、よろしくお願いします。はい飲み込みます。これいってみようかな。みんなのかまぼこ、かまぼこ、ああ、これはまた、うん、かまぼこドリンク、うん、グレープフルーツだっけか、ピンクグレープフルーツシロップ、あ、いいところ、と炭酸、パイナップルとかも入ってますね、ミックスベリーも浮いてますね。そうなんだよ、うん、おしゃれだな、あ、いい、ということで、ぜひ皆さんチェックしてみてください。はい、そして、はい、そしてですね、鬼滅の刃初の公式ファンブックが発売中です、うん、書き下ろしや秘蔵資料満載のまさに鬼滅大使必見の書、カバーも後藤家先生書き下ろしです。はい、そしてテレビアニメ鬼滅の刃ブルーレイ &DVD 第1巻が7月31日に発売、特典盛りだくさんですのでぜひお見逃しなく。そして鬼滅の刃3大イベントが開催決定、第1弾としてスペシャルイベント鬼滅の宴、第2弾として鬼滅ラジオ公開録音イベント、第3弾として鬼殺大使激励会が開催されます。詳細は公式サイトをチェックしてください。以上、春日井ガラスのことづけでした。鬼滅ラジオ、さあお送りしてきました鬼滅ラジオ、エンディングのお時間となってしまいましたが、どうでしたか。いや、やっぱ鬼滅のラジオってね、うんうん、なんかこう我々にも美味しいし、うんうんうん、視聴者の皆様にも美味しい、うんうん、そんなね、一粒二度美味しい、うん、そんなラジオですねこれは。そうですね、うん、本当にね、我々もね今ね、うん、コラボメニュー食べてね、うん、で満腹になりましたからね、うんうん、いいよこれ、この塩梅はいい、この塩梅はいい、うん、うんうん、ぜひ皆さん行ってみてください、はい、そして番組では皆さんからのメールをお待ちしております。各コーナー宛てのメールはもちろん、アニメの感想、僕たちの質問、鬼滅の刃への溢れる熱い思い、それから普通歌も大歓迎、メールを送って僕たちと一緒にお話ししましょう。ということで、はい、次週はですね、うん、下野さんが、うん、なんと、うん、まだいません。なので引き続き松岡芳嗣さんに来ていただきます。よろしくお願いします。お願いします。はい、はい、それではまた次回お会いしましょう。お相手はかまど炭治郎役の花江夏樹と、足平伊之助役松岡芳嗣でした。鬼滅ラジオは鬼滅の刃制作委員会の提供でお送りしました。本編終了後のコソコソ話、はい、番組の最後はですね、鬼がつくことわざを紹介しますよ。なんと、今回ご紹介するのがこちら、鬼が仏の早変わり。なんか深いですね、こちらどういう意味だと思いますか。鬼が仏の早変わり、はい、仏、はい、鬼が、鬼が、鬼が仏でしょ。そうです、鬼が仏、鬼が仏ってことは、仏は鬼まあそういうことなんですけど、うん、あのこちら、鬼のように凶悪な人が、うん、人前では善人ぶっていること、うん、というね、意味ですね、うん、よくいる感じですね。そう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 、まあ、あの例えばね、鬼滅で言うとやっぱ
鬼舞辻さんがね、確かに普段は人間としてね、うん、溶け込んでいるけど、うん、家庭を持っているようにこう振る舞っているけど、うん、実は鬼みたいなね、うん、そういうことですよ。いますか、周りにそういう人とかそういう経験ありますか。いっぱいいる、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 いっぱいいる大丈夫ですか。いや、あんま考えないようにしてる。考えないようにしてる、うんそうね、あんまりね抱えすぎちゃうとね、うん、ストレスになっちゃいますからね、うんうんうん、じゃあもう無視してるっていうかね、あんま気にしないようにしてるんですね。そう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 、だそういった意味では、はいはいはい、多分自分もそういう人と話してるときは、うん、仏になってるのかもしれない。あー、これは深いぞ、うん、自分が仏になることによって、うん、あ、仏同士で戦ってるってことですか。そう、仏同士で、うわでね、内に秘めた鬼を抱えながらね、うわじゃあ別のタイプの鬼だ。そう、別のタイプ。なるほどね。大丈夫ですか。悩みあったら怖いですけどいつでも聞きますから。いや、もうそれはありがたいよ、はい、ちなみに今いろいろこうまあ人間悩みあると思いますけど、何個くらい悩みありますか。何個くらい考えたことないけど、多分考えたことがないっていうことは考えられないくらいあるそっか、人間だものね。人間だもの、うん、そうだよね。悩みながら生きていくんだよ。あ、深いな、まあ、僕も周りに、まあ、周りにはあんまいないですけどね、そういう人とはまあそんな仲良くはしてないですけど、まあ、こうイベントとかね出るときに結構舞台監督の人とか、その我々に対しては今日よろしくお願いします、そうだよ、どうぞよろしくお願いします、あ、次なんですけどここでって言った次の瞬間、隣 の, スタッフさんにおいてめえみたいな、あれや、こうしとけって言ってんだろ、あれ嫌だよね。嫌ですよね、あれね、本当だよ、意味わかんないですよ ね,、うん、あれね。だってさ、あれ言い換えて変だけどさ、なんか例えばラーメン屋とかでさ、はい、ね、よろしいとかって言って、ね、目の前のカウンターで食べてるのにさ、店員さんめちゃめちゃ目の前でガチ切れしてるみたいなさ、ね、孤独のグルメみたいなねありましたよね、そういうね、中華料理屋さんでしたっけ、あれね配信ね、嫌ですよねあれね、そうなんですよね、食べてる時っていうのはなんかどこか救われてなきゃいけないんですよね、はい何これこれでまた一つ鬼に詳しくなりましたね。次回はどんなことわざが飛び出すのか、本編終了後のこそこそ話にご期待ください。それではお時間です。バイバーイ。